もくもく、もかです。タンタンはタンタン、こんにちは、ケツバです。やってくれた。もくもく、かいがです。タンタン、おさげです。はい、ということで今回は、はい、正解技におさぎ画伯に挑戦します。イエーイ。おさぎ画伯、おさぎ画伯って画伯になっちゃうんですけれども、まあ、今回は私が事前にお題となるイラストを描いてきたんですけれども、どん、そのみんなにはその私が描いてきた絵を見てもらって、お題は何かを早押しで答えてもらいたいと思います。大丈夫、大丈夫か。あんま自信ないんですけど、まあ、みんななら答えてくれると思うので。なんか今日服装ね、画伯っぽい。あ、そうなんですよ、ちょっと合わせてきて。だからちょっとぜひみんなに答えてもらいたいと思います。はい、はいはい、それではやっていきまーしょう。見えそう、見えそう。はい。どうしたの？一人ランウェイ。一人ランウェイ。全然ランウェイじゃないですよ。じゃあランウェイしてください、あれに。いや、翼君の前からこういうの。いや、俺ランウェイっていうランウェイしたことないよ。え、でも、まあ、もう経験は豊富じゃないですか。確かに。おっしゃ。うわ。次絶対それだ。見とくから。ということで、まあ分かったらここに来て、ポチって押してもらって答えを言うっていう感じで。ポチってね、はい、よろしくお願いします。頑張ります。はい、じゃあ行きます。はい、よーい、スタート。え、何？もうそう、もう分かったの？リス。あー、カバン。ねえ、マーライオン。正解。なんでなんでなんで。いや、だってマーライオンだもん。マジ？ほら、リスやん。いやいや、カバーじゃん。マーライオン。そう、これでね、これでわかる。カバーが水すくってバーって。違う違う違う、リスがどんぐり食いすぎてガーって。え、めっちゃ簡単だったんですけど。いや、俺え、これが簡単か。もう分かったから、こうやってお前らが間違いの待ってたの、こうやって。絶対答えらんねえんだろうなと思って。やばい、ちょっとバカにされてます。むずいよ。はい、じゃあ池妻くんが一勝ということで。え、悔しい。次ラスト問題ですね。ラスト、はい、なるほど。ちょっと難しい。次ラスト、あっという間やな。はい、それではラスト問題、はい、いきたいと思います。はい、ちょっと難しいので。ちょっとね、質問いいですか？あ、どうぞ。え、これって2点でもいいんですか？確かに。あ、そうですね、やっぱりラスト問題なので、はい、じゃあ逆転で5点。うわ、いいよ、別にビリになんねえから。ビリ回避したからいい。確かにビリ回避した。じゃあ頑張ってください。はい、よーい、スタート。はぁ、なんや。グリとグラ。ブー。サーカス。ブー。え、わからん。わかるじゃん、これは。え、サンタさん。ブー。なんで、なんで、なんで。みんなよく見て、よく見てよ。待って、ひな祭り。わかるじゃん。なんで。全然わかんない。どっちが上下かわからない。ねえ、それはやばい。え、わかるじゃん。なにこれ。え、わかるじゃん。2人だよ、2人。だからグレとグラじゃないの。2人。織姫と彦星。彦星感ゼロ。確かに。わかるじゃん。ちょっとじゃあヒントね。ちょっとなんかよく、まあなんか全体的に見て。いや、見てるよ、さっきから。あの、体。いや、体って言われても。だってちょっと裸っぽい。乳首じゃないの、あれ。それはわかんないですよ。え、どういうこと。それはわかんないです。2人組。え、グリとグラしか出てこない。2人組で体型。別に普通じゃない。ちょっとぽっちゃり。え、わかんない。待って、ここまで来たらわかんない。なんでわかんないの。リアルにわかんないんだけど。なんで全然わかんないんだけど。ちゃんと見て、ほら止まってくれてるから今。いやいや、もうわかんないよ。背景と髪型。髪型でお団子みたいな。スモー。え、なんてスモー。スモー。してないじゃん。スモーじゃねえじゃん。してないじゃん。しかもそんなにでかくねえし、体。髪型、ね、全然普通じゃん。わかりますよ
髪型もう相撲やん。いや俺もなんか昔の人とかなんかなと思った。なんかそう、ま、昔話的な感じかな。聖徳太子的なノリかと思ったら全然。え、わかる。せめてさ、相撲なら土俵かこ。土俵かね。違う、30秒しかなかった時間が。それ難しい。めちゃくちゃ難しいじゃん。どうした？やばい、めっちゃ下手くそ。どうしよう。やばい。え、これやばい。どうしよう。やばいよ。やばい。ちょっと待って。え、本当これやばいんだけど大丈夫かな？二枚目。え、キモいの。やばいこれ。よし。で、やばい。やばい、笑ってる。やばい。やばい。あ、オッケー。わかんない。よっしゃ。あ、やば。第1回お先をいただいたよ。お先が白を。お先が白を。マジで。ゲット。2点ゲット。マジか。難かったな、でも。難しかった。全然わかんなかった。でもさ、私結構ガッツあったかな。いっぱい答えたよね。そうだね、うん、ちょっと頑張ったでしょう。頑張ったし、ありがとう。おめでとうございます。言うけど最下位だ。そうだよ。言うけど最下位。言ったけどね。最下位だからね。こんな感じで見てみたらわかるくない？全然。嘘。いやもう。わかるマジでわからんかった、これとか顔どうなっちゃってる、ね、いやでもなんかもう裸を描くとは思えなかったからなんかまた別のものを描いてんのかなと思ってそんな問題出すかなみたいな結構簡単だと思ったんですけど、まあ、じゃあ次回そうです、楽しみにしてもらって、はい、楽しみにしてますということで、はい、こんな感じで今日の動画は終わりです、はい、バイバーイ、バイバーイ。